それではヒーローインタビュー行きたいと思います。大接戦でした。振り返っていかがですか？疲れました。楽しかったです。素晴らしいセーブ連発でしたね。さすがですね。さすがですってずっとオフィシャルボックスで言ってましたよ。いや、守りがプレイヤーの守りが良かったんで、そのおかげで止めることができました。謙虚な意見ありがとうございます。そして今日2ゴールですね。3ゴールか、2ゴールですね。活躍でした。どうですか？いや、嬉しかったです。なんか全然盛り上がってないんじゃない？結構疲れました。いや、もう大接戦、延長もあるかなと思ったんだけど、最後の6人攻撃1分半、なかなかだったんじゃない？そうですね、もう足つりそうになってましたね。けど、まあ、なんだろう、ヒヤヒヤはしたんですけど、まあ、ここは頑張ろうと思って頑張った結果ついてこれてよかったです。ワンクレインズすごい強かったでしょ。もう最後もうかなり押されてましたけども、しっかり最後守れましたね。はい、頑張りました。あ、コメント下手だね。いや、あんま慣れてなくてちょっと。いや、本当に、今シーズン SK、ずっと首位でいって、そして最後優勝ということで、いいシーズンだったかなと思います。来シーズンもぜひ優勝目指して頑張ってください。おめでとうございました。 SK 釧路ディビジョン1優勝でした。おめでとうございます。